どうも平岡です。今日も動画見てくれてありがとうございます。僕最近ブロンプトンっていうね折りたたみ自転車を買って、それに乗ってね外で Vlog を撮ることすごく増えたんですけども、外で Vlog 撮るときってカメラと三脚兼自撮り棒っていうのが絶対に必要なんですよね。で僕これまでは例えばこの結構有名なジョビーのゴリラポットって言われるようなこういう三脚兼自撮り棒を使ったりとか、あとスマホ用だったらこれはね全然メーカーとかないんですけども、 Amazon で購入したね1500円とかで買える結構安いね自撮り棒なんですけども、結構これもお気に入りで、この下がね三脚になってて、まあ、自立するだけじゃなくてこうやって伸ばして、まあ、こう自撮り棒っぽく使うことができるみたいな、まあ、こういうアイテムをこれまで使っていました。で最近ですね、ちょっと新しい Vlog 用のその自撮り三脚っていうのを購入したんですけども、これがめちゃめちゃ良くて、ちょっとねもうこの2つどっちもいらないかなって思うぐらい完璧な自撮り棒を購入したんで、今回はですねサクッとその自撮り棒をご紹介しようかなと思っております。一眼レフカメラでもスマホでもこれからね外で Vlog 始めたいなとか、ちょっと気軽に持ち運べる三脚兼自撮り棒が欲しいなって方はぜひ参考にしていただけると幸いです。というわけで早速行ってみましょう。はい、というわけで今回はですね最近購入した Vlog にめちゃめちゃ使える三脚兼自撮り棒をご紹介したいなと思います。何かっていうとですね、製品はこちらです。これマンティスポットっていうね製品名の三脚兼自撮り棒になっております。これもともとですねサッサンってねガジェット YouTuber がいて、僕も結構ね、まあ、仲良くさせてもらってるんですけども、サッサンが動画内で紹介していて、僕もね実際にいいなと思って購入してみて、この間の Vlog に持ってったんですよね、まあ、そしたらめちゃめちゃ使いやすくて、これはねもう完璧なんじゃないかないかと思ったのでね、今回動画を撮ることにしています。これじゃあ何がすごいのかっていう機能を1個ずつご紹介していきましょう。はい、というわけでこのマンティスポットのね機能とか紹介していこうと思うんですけども、まずはですねこのハンドル部分ですね、ハンドルを折りたたむとこんな感じで、まあ、自撮り棒っぽく使えるし、ここを開いてあげるとこんな感じです、まあ、三脚になりますと、まあ、こういう風な基本的な機能があります。でさらにここのボタンですね、ここにボタンがあるのでこれを押すことでちょっと前に倒したりとか後ろに倒したりとか、この辺の調整も簡単にできるようになっております。でさらにその上ですね、この上が自由運転になっているので、この、ね、レバーを解除してあげるとこんな感じでね自由に角度とかをつけることができます。なので、まあ、基本この自由運転で合わせてもらいつつ、大まかな角度はこの下の部分のレバーで調整するみたいな、まあ、こういう使い方がいいんじゃないかなと思います。そしてこのマンティスポットはですねカメラを取り外す取り付ける部分ですね、ここ一つ目のポイントなんですけども、これがアルカスイス製のクイックリリースなんですよ。なので毎回カメラとかを取り外すときにこれね底面からグリグリねねじ込まなくてもいいし、このアルカスイス製なのでこうやってねカメラの底面にこのプレートつけてあげると、こんな感じでさっとねカメラをすぐに固定することができます。取り外す時もここのレバーをね引いてあげてするとねスッと外れるので、この辺のカメラの付け外しすごい簡単です。でさらにここのレバーがねちょっと開閉すると怖いなって人は、ここにですねこの取り外しレバーのロックもあります。でここねロックに入れてあげるとここがね固定されるので簡単にカメラが抜けなくなるっていう風な、まあ、こういうロック機能もついております。ここがアルカスイス製って話をしたんですけども、アルカスイスって何かっていうと、こういう風な三脚とカメラをこうクイックリリースするためにいろんなメーカーがねこういうパーツをつけて、これをまあパチッとすぐ外せるようにみたいな、まあ、こういうプレートを作ってるんですよ。でここがアルカスイスっていうのが、まあ、1個の統一規格みたいな感じで、まあ、このアルカスイスであれば他のメーカーであってもアルカスイス互換ってものを選ぶと簡単に付け外しできるんで、例えばこのねプレートを1個つけておけばアルカスイス製だったらこういう風なね Vlog 用三脚にマンティスポットにつけることもできるし、例えば今僕が使っているこの撮影用の三脚っていうのもこれアルカスイス製なんですよ。なのですぐに自分の三脚からこの Vlog 三脚に乗せ替えることができるっていうのがすごく便利な点です。でそれだけじゃなくてまだまだ魅力あるんですけども、何かっていうと、まあ、自撮り棒なんでこうやってねハンドルを折りたたんで、まあ、こういう風に自分をね撮影するわけなんですよね、まあ、でもシーンとかカメラによってはもうちょっとここの棒が長かったらいいなって思う時ってあると思うんですよ、まあ、例えば僕がスマホ用に今使っているこういう自撮り棒だったらここがねグニューンと伸びるんで、ちょっと遠いとこからね複数人撮りたいなと思ったらグッと伸ばすことができるんですよね、まあ、こういう機構が欲しいなと思う時あると思います、まあ、そんな時にこのマンティスポットの場合はですね、ここがね外れるようになってるんですよ。自由運台から下が外れるようになってます。ここのロックをこうやってくる回して解除してあげて、ここのね銀色のこのボタン、これを下に押しながらスッと抜くと、このね自由運台だけが外れるようになります。でここからどうするかっていうとですね、このハンドル部分にちょっと秘密があるんですよ。何かというとここですね、ここがパカッと
外れるようになっております。こんな感じ。ここの穴にですね、さっき取り外したこの自由運台のこれをガチャッとね押し込んでスライドさせます。こうかな、ガチャンと。そしてここね、くるくるくると巻いてロックします。でこの状態になったらこっからどうするのかっていうと、さっきねこのハンドル部分調整するボタンがあったじゃないですか。でこのもう一つ下にここにもボタンがあるんですよ。でこれ同時に押してあげると、ここがさらにグーッと開いて、はい、こんな感じでちょっとね伸びるんですよね。であとはこうやって持ってあげると、ほらさっきよりもここのねハンドル部分がより長くなって、自分とカメラの距離ってをねより稼ぐことができるんですよね。こんな感じ。なので普通に使うのはもちろんのこと、ちょっとねカメラを引き離して広い絵が撮りたいなと思ったら、このモードにしてあげると、まあ、ちょっとだけなんですけども少しハンドルが伸びてくれるんで、よりねこう広い絵を撮りやすいと、まあ、こういうギミックがすごいね、まあ、考えられてるなというか、すごい実用的だなと思って、すごくお気に入りの機能の一つです。はい、というわけでここまでこの一眼レフで撮影する時の、まあね、こう用途を想定してご紹介してきたんですけども、まあ、中にはですねスマホを使いたい、スマホで自撮りをしたいなっていう人もいるじゃないかなと思います。僕も実際ね結構スマホで自撮りすることも多くて、こういう風な自撮り棒を持ってるんですけども、だいたいこういうのってスマホ用かカメラ用っていう風になんかどっちかなんですよね。これもスマホは使えるんですけども、カメラには使えません。でもこのマンティスポットの場合、今ねカメラ用として紹介したんですけども、スマホもこのまま使えるんですよ。どうやるかちょっとご紹介したいと思います。はい、まずは一眼レフのねカメラを外してあげて、このプレートもねこの中に残してあげます。でこの状態でこのハンドルですね、このハンドルの実はここの裏側、ここ、はい、ここ見てもらうとこういうパーツが入ってるんですよ。これね取り出すことができます。こうやってパチッと、はい、そしたらですねこれがスマホを固定するためのマウントになってるんですよね。なのでこれ取り外すことができたら、さっきのこの自由運台ですね、この自由運台からプレート取り外してあげて、次はこのスマホマウントにここをねこの穴同士をこう入れてあげます。でネジを締めてあげますと。である程度固定できたらここがね開くようになるんですよね、パキッと。でこの開いた状態だとさらに中にね締め込めるので、ここからね最後までグッと締めて固定してあげます。はい、こんな感じですね。そしたらこの上もこうやって展開できるんで、パチッとしてあげるとここにこうやってねゴムになってるんで、スマホを挟み込むことができます。実際僕のスマホでやってみましょう。僕は iPhone 13 Pro をね今は使っています。こんな感じで上に沿わしてあげて、グッとねここを伸ばしてパッと離すと簡単にねゴムで取り付けることができますと。結構しっかり取り付いてるんで落ちることはないんじゃないかなと思います。でここまでできたらもうあとはねさっきのカメラと同じで、この自由運転のレバー、これを開いてあげて、この状態でこのプレートをねスッと、はい、入れ込んであげますと。するとカメラと同じくねスマホをマウントすることができました。もちろんさっき紹介したこのロングバージョンを使ってもいいし、まあ、普通のねショートバージョンとしてここですね、ここにパチッとくっつけて止めてあげると、はい、こんな感じでねスマホ用の自撮り棒ができました。でさらに足を開いてあげると三脚になって、こうやって簡単に自撮りもするようにできますと。こんな感じでですね、カメラとスマホどちらも一個の三脚の中でマウントできるっていうのがあんまりこれねないなと思って、このね裏にパーツ隠し持ってるってね、ちょっとガンダムっぽい感じがすごい男心くすぐるなと思って、カメラを持ってく時もあればスマホを持ってく時もあるし、あとはカメラ持って行ったけど場合によっては今はスマホ使いたいなみたいな時もあるんですよ。こういう時に三脚2本持っていく必要がなくて、この中でカメラもスマホも完結できちゃうってのがこれねめちゃめちゃいい機能だなと思って、ちょっとね今回ご紹介させていただきました。そしてですね最後のギミック、これがなかなかね僕は面白いなと思ってるんですけども、紹介させてください。何かっていうと、こいつマンティスポットっていう製品名なんですね。でマンティスっていうのは英語でカマキリって意味なんですよ。カマキリ、これですね、シュッシュッってカマキリなんですけども、なんでカマキリって名前なのか、それはですねここもう一個この裏に秘密があって、ここなんですよね、ここにもパーツがありますと。でこれ起こしてあげることができるんですよ。こんな感じでこうちょっとねこう引っ掛けみたいな感じですね。でこれ何に使うかっていうと、例えばこんな感じで扉の上とか、あとはね、まあ、外行った時のフェンスとか、そういったところにこの引っ掛けを利用して壁面にこのね三脚を固定することができるんですよ。でこの時の姿が多分カマキリっぽいからマンティスポットって名前なんじゃないかなと思うんですけども、これがですねすごい便利で、例えば外で撮影する時にちょっと立ってね落ち着いて話すシーンが欲しいなと思っても、三脚自体がちっちゃいんでこっちがしゃがみ込んじゃったりとか、こう下から上をね見上げて撮影するような感じになっちゃうと思うんですけども、壁面に固定することができるとこんな
感じで割と自然な感じのね、こう立ったような状態を横から撮影するみたいな、こういう映像が撮影可能になって、結構ですねそのカットのバリエーションが広がるというか、いろいろね外で使いやすい機能なんじゃないかなと思います。この一つの中にどんだけ機能入っとんねんって感じなんですけども、このね多機能さでも割とシンプルで、重さもねそんな重くないんですよ。こういう風な一個のパッケージの中にいろんな機能が詰まってるところがですね、このマンティスポットの素晴らしい点なんじゃないかなと思います。はい、というわけでここまではこのマンティスポットの機能と魅力をねご紹介してきたんですけども、もちろん完璧な三脚ではなくて、ちょっと個人的に気になるなって点もいくつかあります。それをね3つほどご紹介したいなと思います。まず1つ目何かっていうと、このハンドル部分なんですけども、ここがちょっとガタつくんですよね。こんな感じガタガタガタっとね、そんなに大きく揺れるわけでもないし、なんか普通に使ってる分にはそこまで気にならないんですけども、ここがですねギュッとこうロックする方法がなくて、ちょっとこうやってガタついちゃうのが少しですね、重いカメラとか振り回してると前に来たり後ろに来たりってする機会があるのかなと思って、ちょっとここのロック機構みたいなものはもうちょっとこう精度が高かったら良かったなと思います。で、2つ目はこれアルカスイス製なんで、割とねいろんなものと互換がありますよって話をしたんですけども、ちょっとこのアルカスイスのこれマウント部分が特殊なのか、使えるアルカスイスと使えないアルカスイスがあるんですよ。ちょっとアルカスイス互換ですよって言っても、使えるプレート使えないプレートってのがあるんじゃないかなと思って、全部が全部使えるわけじゃないので少しね注意が必要かなと思います。3つ目はここなんですよ。このねプレートの取り外し部分ですね、ここが溝が入ってるんで、いわゆるねこういうコインとかを用意して、コインでこうくるっと回すような感じでプレートを取り外すんですけども、ここがですねこうハンドル付きというかコインがなくて、こう自分でぐる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 回せるようなタイプだったらより便利だったのかなと思って、やっぱりプレート取り外す時にこう効果がいるってちょっと面倒じゃないですか。個人的にはここにハンドルをつけて効果がなくてもね、こうくる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 回してプレートの取り外しができればなお良かったかなと思います。はい、というわけで今回は Vlog 用にめちゃめちゃ多機能に使えるこのマンティスポットっていうね、Vlog 用の三脚兼自撮り棒、こちらご紹介させていただきました。ご紹介した通り、このね割とシンプルな見た目で、なんかそんなに機能入ってませんよみたいな感じなんですけども、この中にですね本当にいろんな機能が詰まっていて、カメラもいける、スマホもいける、カマキリもできる、でさらにちょっとねハンドル伸ばすこともできるみたいな形でいろんな機能が詰まっていて、これあらゆる Vlog シーンに使える一つなんじゃないかなと思います。僕も先週ですね自転車に乗って霞ヶ浦ってところまでねこうサイクリングに行ったんですけども、まあ、その時もカメラにもスマホにもねすごく使えるし、カマキリモードも大活躍して、とてもねいい動画が撮れたかなと思います。お値段がちょっと高いんですよね。12,000円ぐらいかな。なので、まあ、すごい安いね三脚とか自撮り棒って本当に2,000円3,000円で売ってるんで、それと比べるとちょっと割高感はあるかもしれないんですけども、作りもかなりしっかりしていて、結構ね耐荷重もあるんじゃないかなと思います。ちゃんとしたねミラーレスカメラとかそういったものを載せて Vlog 撮影したいなって方は、これね1個あるとめちゃめちゃ便利なんじゃないかなと思います。というわけで今回はこのマンティスポットっていうね三脚兼自撮り棒をご紹介させていただきました。さっさんね教えてくれてありがとうございます。というわけで今日の動画はここまでになります。今日の動画少しでも面白かったなとか参考になったなと思った方は、動画の高評価、チャンネル登録、ベルマークの登録もよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。バイバーイ。